いな、中山のポージング半端ない、やっぱり中山の丸々の話、いや、行こう。今回ですね、淡島の方に来させていただいております。もう今から9年近くになるんですかね。以前施工させていただいて、今回、まあ、ユニットが壁面についていると思うんですけど、それを外した後の裏側ですね、塗装してほしいということで来させてもらいました。そろそろ塗り替えた方がいいですかということでですね、一回下見に来させてもらったんですが、ちょっと見ていきましょう。深刻な問題です。はい、こういった感じでですね、まあ、中山コーティングが本当もう10年近くになるのかな、少数でやってた時ですね。で、雨どいちゃんとケレンの跡がガーッと入ってますね。ちょっと退色はしてます。まあ、日の当たる面この面ですね。でね、この玄関のところも日がガチガチだったり、まあ、全体的にもまあ基本的に当たってるんですけど、コーキングもまあ全然ガッチガチにいいよね。すごいやばいねこれ。中山コーティングすごすぎでしょ。してるよ。軒天もピシッとピシャッと綺麗にいってますね。バチバチに綺麗。これやばくないですか、この光沢。普段からねこういった感じで施工してるんですけど、全然最近塗ったみたいガチガチの施工してしまったもんだから、次の塗り替えねしましょうって言えないですよこれ。こんな綺麗にまだ10年9年10年ですよ。やばいでしょ。クモの巣とかはね、まあ、しょうがないと思うんですけど、瓦は基本的に淡路瓦なんて塗ってません。すっごいな、中山コーティング半端ない、やっぱり。今あそこのね上塗ってるんですけど、まあ、塗料を貸してもらってます。今あそこのとこここ変えたんで塗らさせてもらってます。すごいビカビカ。ありゃこんないい仕事したもんだから、どんどん仕事が壊れてしまいました。ちなみにねこの時フッ素塗ってます。フッ素の塗料で施工させてもらいました。まあいい施工すればですね、こう言って1回目塗ったお客様にですね再度お声掛けいただけることは本当にありがたいです。でご紹介もしてもらいますし、その時ですね、当時施工した時のことを見てもらってたお客様がですね、数年前ですね、3年ぐらいかな前のね、こちらのねお客様もお声掛けいただいてですね、やっぱり近隣の方って見てますので、まあ、本当にいい仕事してよかったかなと、まあ、今もそれが継続していることが自分の中ではいいかなと思います。なんで妥協は許しません。なんで化学競争にも一切入っていかないと。なんでもう証拠というか、なんというんだろうな、もう年数経ってやっぱ見てもらうしかないですよね。もうそれしかないですよね。やっぱいくら口でうまくいったってカタログ通りのこと言ったっていうことは可能ですけど、やっぱりそれが、まあ、物理的証拠というか、今こう言ってですね本当にお声掛けいただいて、まあ、10年経つか塗り替えした方がいいかなと言われても、ね、これ見てください、しましょうよなんか僕言えないです。まあ全然いける。うちの塗装は10年以上持つからよろしくです。詳しくは概要欄からホームページをチェックしてみてください。チャンネル登録もお願いします。